こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。えー、海外旅行をね、まあ、旅行というか、旅行しながら暮らしているというか、えー、今はね、主に Airbnb を使ってます。まあ、なぜなら、ホテルより安い場合が多いから。まあ、ただ昔ね、サラリーマンだった頃は、一、まあ、箇所に泊まるのがね、せいぜい、えー、3泊とか、1週間なんてのはまずなかったし、まあ 1一泊でね、移動するとかいうのも結構あったんで、まあ、すごい高いね、5、えー、つ星のいいホテル、えー、泊まるのが趣味で、いろんないいホテル泊まってたことがあります。で、久しぶりにね、値段見たら、うわ、昔は安かった。ね、今にしても高かったけど、やっぱ安かったなと。ね、えー、日本だとね、えー、帝国ホテルだろうが、大、え、倉、ーね、ホテルだろうが、 まあ大抵昔の値段で出ていますって感じでね、20年前と値段変わってない、下がって下がって下がって、ちょっと上がって下がって、まあ、結局、20年前よりむしろ安いというケースが多いんですけどね、海外はやっぱり普通に上がってますね、リッツカルト、肝心の値段切れちゃってますけど、確か4万か5万ぐらいです、今、止まるとね。ね えー、私、泊まったのはた多分ね、2万いくら、何しろ以前は3万以上っていうのが高いか安いかの基準だったんでね、3万以上払ったホテルは覚えてるんですけど、3万以下のホテルはなんか、えー、あんまり日本に比べたら安くいいホテル泊まれるんだなぐらいの感じで、えー、2万いくらぐらいのホテルが多分多いかなと思います。 で中でもね、泊まれたくて高かったホテル、ラッフルズ。確か6、7万したんですけど、まあ、今、いくらになってるのかなと思ったら、残念ながらね、改装中になってて、冷暖がチェックできませんでした。でタイのオリエンタル・バンコク、ね、5万1000円。これね、なんか安すぎて、記憶が間違ってんじゃないかって気がするんですけど、確かね、7000円か1万7000円か、何しろ2万円以下で泊まりましたね。 バンコク2万円かでこんなホテル泊まれていいなというのをね、えー、確か1999年か98年ぐらいに行ったときね、えー、感動した覚えがあります。ね、今や、もし7000円だったとしたらね、今の朝食代ですね、今朝食で1人で7000円ですからね、まあ随分バンコクは成長して値段上がったなって感じですね。でハワイ、ハレクラに。 あれクラにはね、まあ、大昔泊まったことないんでわかんないですけど、えー、何年前だ ?7 年前泊まった時と今、値段あんま変わってないですね。これはアメリカの場合ね、どっちかって言ったら、その、為替によって値段が動いてる部分もあるんでね、なんとも言えないですけど、ハれクらには、ね、まあ、この値段だったら全然泊まっ、まだ泊まりたいなというぐらいいいホテルですね。高いですけどね。バハマン、えー、ザ・ロイヤル・アト,アトランティ ディス・オートグラフ・コレクション、まあ、こんな名前じゃなかったと思うんですけど、ねえー、マイケル・ジャクソンがこの部分に泊まったというホテルで、ね、私もちょっと泊まってみたくて、えー、行きました。な、ね、い、えー、しょ値段覚えてないんで、ね、3万以下で泊もらいましたけど今ちょっと上がってますね。でニース・ネグレスコホテルここ確か3万ぐらい3万しなかったかなぐらいだったんですけどまあね今ちょっと上がってますね。まあ、正直ね えー、古いホテルで、うん、何泊したんだ、3泊は4泊しましたけど、えー、正直何がいいんだかよく分からなかったですけど、泊まって見えましたけどね、あまりおすすめではないですけど、まあ、割と有名なホテルですね。でパリ、ね、今までで最高に印象深かったホテルがこのリッツ、パリですね、えー、すごいおすすめできるかって言ったら全くおすすめできないですね。えーね えー、やっぱりね、えー、金持ちが泊まるホテルなんだなという感じでしたね。で私泊まったとき、確か7万円でしたから、今、倍になっちゃってますね。えー、で、えー、リッツ、すごいですね。朝から、ね、朝食ビュッフェにシャンパンが置いてあると、ね。もうその根本的に働いて給料をもらうとか、ね、昼間働くとか、そういう次元の人を、 対象にしてていいなななホテルなんだなっていうのがよく分かってねえ今まで行ったホテルの中で最も場違い感を感じたホテルがこのリッツ・パリですね。で、その他、あれなかったかなベラジオ。ベラジオはね、これ、いつ泊まっても安い。ラスベガスは素晴らしいですね。カジノで負けなきゃラスベガスほど快適な場所はないですね。 で私はもうカジノね、えー、散々負けて今やらなくなったんで、ベラージオにね、えー、確かこの時は10日間滞在したのかな。滞在して、えー、一度も、えー、カジノでプレイしなかったと。毎日カジノの賭場を走歩いてるのにね、まあ、ホテルにとっちゃね、えー、全然ありがたくない客なんですけど、結泊まっててね、えー、ラスベガスいいなと。カジノを克服、カジノ中毒を克服したら、 ラスベガスに来たらね、食事は美味しいし、安いし、ホテルもね、豪華で安いし、ショーは楽しいし、最高だなと思ったんですけど、なかなか良かったんですけど、残念ながらね、私、海が好き見たくて、この砂漠の中にね、2週間とか、2週間いたのかな、この時、もうちょっといたかな、3週間いたかな、グランドキャニオンだのね、セドナだの、このベラージオ、ラスベガスだの、いたらね、やっぱり海が好きと。 サーフィンやるわけでも海で泳ぐわけでもないんですけどやっぱり海が好きだなということでね、えー、待望のカジノをやめてからのラスベガスの滞在は、まあ、長くて1ヶ月が限界、まあ、2週間ぐらいかなとよりも、ね、海があるとこ行った方がいいかなというふうに思いました、まあ、そんなこんなんで、ねえー、ホテル、ねえー、今は基本的に1か所1週間って滞在なんでね ホテルで1週間滞在っていうのはなかなか結構値段的にきついんでね、えー、a i r BNB を使うことが多いんですけど、改めてホテルを見たらね、えー、やっぱり昔、ねえー、張り切って泊まったところ、今ちょっと泊まる気にならないなぐらいの値段になってることが多いです。高くなりすぎてね。えー、そういうところでね、やっぱり、えー、他の子には普通にちゃんと成長してるんだなと。であと、まあ、旅行に行にく際ね ホテルに長めで通っても満足度が高くてコスパがいいなと思うのはやっぱラスベガスと東京と、ねまあ、大阪でもいいんですけど、まあ、日本とね、えー、ラスベガスだけはま別格でホテルのコスパがいいなと、まあ、他の国についてはね、えー、やっぱホテル、ね、結構いいとこ泊まると割高だししょぼいとこ泊まると悲惨な目に遭うし、まあ、微妙なとこなんでね、えー、まあ旅行の相談なんかも,もし長めで旅行するとかね予算を、えー コスパよく使いたいというのがあったときはね、えー、また場所とか移動手段とかホテル含めてね、ご相談いただければと思います。そんなわけで、ね、20年ぐらい前は安かったホテル、今ね、えー、ずいぶん高くなって、ちょっと以前の値段で泊まってるだけに、またぜひ泊まろうというホテルはね、えー、どん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 減ってるというお話でした。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。